はい、こんにちは、トムです。今回はタモアンちゃんという爆舌に挑んでみようかなと思います。うん、いや結構これね癖あるなと思います。うん、で、あ、やった、ラッキーで、これね、ネオのストライクショットの2段階目あるじゃん。あれがそのもしも弱点が当たっていなかったとしても、地雷とパワーモードさえ当たを発動していれば、そのあれですね、ゲージは飛ばせましたね。まあ、なのでまあやっていこうと思うんですけども、まあ、とりあえずねカイドウのストライクショットまだ打ててないんですよ。でキラヤマトが結構強かったんで、個人的にはそのアキくんよりも偉いなと思ったかなはい、オッケー。アンチブロックはやっぱりすごいわ。でスピードアップもあるからすげえいいなと思ったかな。でこうかな。うん、そうですね。で、2フレで倒しに行きます。うん、これは1フレだと防御ダウン、2フレだと弱点効果アップ、3フレのやつだと、状態上回復ブラストが振ってきます。うん、で、これ2ターン継続するんで、その割と優しめかなと思います、その辺は。うん、なので今度は弱点効果アップをするために2フレを狙います。こんな感じかな。オッケーオッケーオッケー、めっちゃ強いね。でステージ3は鳥のとこかな。うん、そうだね。オッケーいや、このクエストね割とむずいわ。で、とりあえず2フレして弱点効果アップをさせに行きます。うん、でまた防御ダウンが切れたんで、とりあえず OK かな。うんで結構ね友情コンボ入るんで、秋のその豆の友情コンボとソリッドバレット、キラヤマトのソリッドバレットも強いんで。待って、弱点効果アップしないわ。そう、そういうの忘れてしまうんですね。とりあえずこれね貫通でもね結構ダメージ入るんですよ、ほらなんかシュリンガールと同じシステムなんかな、違うかな。でとりあえずビビアン連れてってる理由はパワーモードをしっかりと発動させたいためですね。じゃあパワーオーラか、パワーオーラを発動させるためですね。でしっかりと今度は2フレを狙うか。うん、 OK ですね。でとりあえずどうしようかな、これ防御ダウンもさせたいんだけど、とりあえず SS も打ちます。溜まってるんでね。あー、これ弱点効果アップ触れてないか、触れてないこれ結構まずい気がしますね。うん、でもまあこれだけ削っていると、まあストライクショット打ちます。はい、オッケー。二人の愛のためなの。だからね、安心して。オッケー。ゲージ飛んでますね。で、これカイドウのストライクショット打ちまーす。オッケー。いいんじゃない？雷鳴八回で終わるんじゃないですか？
お強いぞカイドウ。はい、ということで新しい爆術のやつに挑んでみました。まあ一応コラボキャラクターがめちゃくちゃ大活躍するようなクエストでしたね、うん、はい、ということで動画を終わりたいと思います。バイバイ。